それではスターティンググリッドご紹介しましょう。ボールポジションからスタートしますのはカーナンバー15番ケーテックウィズピーターパン藤原優太。昨日のウィナー藤原45秒729でポールからのスタートです。2番手今勢いがありますカーナンバー24番エソブラ玉橋陸斗。3番手61番アッシュ服部慎。4番手5番ソブラ岩崎綾人。5番手27番モモックスカートレーシング大宮健人。6番手2番アッシュリス KP バズホラチ亮太。以上がトップ6です。7番グリッド35番グレンブルーの稲葉真人。8番手22番 HRS 丸山陽平。9番手21番高木プランニング渡部一樹。10番手7番アッシュ黒川文也。11番手36番タイからの JJ。 12番手29番 HRS タヤポールコンスマン。13番手33番プロリッサー森田心。14番手3番ティーム本山清水博信。15番手10番ルーチェのヒエイルシア。16番手66番エマティクイミンユ。17番手31番レゴリス今井颯。18番手30番ルーチェヘントナチェスカ。19番手11番ルーチェ酒井仁。20番手32番プロリッサー本田隆史。以上の20代メンバーは昨日と変わりません。予選スタートは切られました。スタート藤原優太絶好のスタートを切っていきました。そして今日好調の服部慎藤原優太についていきます。オープニング大きな混乱はありません。3番手には岩崎綾人。そしておーヘアピンでいきなり後方から飛び込んでくる6番手に浮上できるかどうかというドライバーですが JJ だ。 CRG タイランドの JJ が一気に飛び込んできました。これでトップ5と6番手以降に少し分かれました。トップ5は藤原、服部、岩崎、その後ろは玉橋、その後ろにいるのは大宮か洞地かというところですね。最終コーナーから立ち上がってまいります。大宮ですかね。ホームストレートトップ5が形成。少し離れまして JG を先頭に渡部、洞地、黒川、タヤポール、この5台がワンパックとなっておりまして6番手争いです。続いて12番手は11番手はヘントナチェスカを先頭としたバトルですが今ヘアピンのところこの第3集団のトップが入れ替わっていきます。カーナンバー35番の稲葉真人がこの集団のトップに立ちました。現在こちらが11番手です。トップ5は藤原と服部がピタッとつけていますね。服部慎かなり前半寄りにしているのか藤原が後半に温存するようなセットにしているのか。ホームストレートポールからのスタート藤原後ろが離れません。服部がむしろ行きたくて行きたくてという感じ。3番手4番手は岩崎と玉橋の2台チームメイト同士で最近注目のドライバー。さっきシニアマックスのドライバーでもこの岩崎と玉橋と競ったら勝てる気がしないって言ってました。めちゃくちゃ速いって言ってましたね。ただやはりまだレース歴が浅い2年半というところがありまして競り合いとか駆け引きとかいう点になりますとやはり今まで出ていたドライバーに一日の長があります。とはいえバックストレートエンド岩崎綾人2番手に浮上。服部慎のインサイト飛び込んでいきまして2番手に上がっていきます。中盤でもバックストレートエンドでは入れ替わりがありました。オープニングの3周終了。4番手には大宮健人が上がります。5番手に玉橋が上がってトップ5がワンパック。6番手は渡部一樹単独になりました。渡部が単独で前を追えるかというところ。そこからかなり離れまして7番手こちらは第2第3集団が合体して第2集団になりました。先頭は JJ その後ろに黒川ホラチ。ちょっと離れまして今サイドバイサイドになっているのがタヤポールと稲葉。今タコツボのところですがこの隙に乗じてカーナンバー29番のタヤポール前に出てきましたね。タヤポール稲葉その後ろは清水でしょうか上がってきています。ホームストレート4周終了5周目です。トップは依然として藤原優太です。タイム的には後ろのドライバーの方がスリップ使えて速いタイムをマークしていますが順位の大きな変動はないままです。2番手に上がった岩崎綾人が藤原に対してどう仕掛けていくか
後ろもそれを見ていますから、岩崎の状況次第というところでしょうか。6番手の単独になっている渡部は前が競ってくれれば勝機があるといったところかと思いますが、さあその競り合いはどうなっていくでしょう。ホームストレート帰ってまいります。5周終了。藤原優太は46秒4、後ろもほぼ同タイム。ファステストをマークしたのは現在5番手玉橋陸人です。前には4台います。抜いていけるかどうか、ここはちょっと分かりませんね。2番手に上がった岩崎の後ろには再び服部慎と大宮健人が近づいてきました。この水波シリーズでは大宮健人が開幕2連勝昨日藤原優太が初優勝、おそしてバックストレートエンド、その大宮健人が前の服部をかわして3番手に上がります。そして第3集団ですが、こちらの方の先頭がまたバックストレートエンドで大きなバトル。6周終了、予選折り返し、トップ5は変わりません。6番手単独も変わらない。7番手は黒川が上がってきまして、黒川、JJ、ホラチの3台です。そしてかなり離れて10番手争い、先ほどから激しいんですが、ちょっと抜けているのが稲葉、その後ろで今ヘアピンのところでもサイドバイサイド、インガー飛び込んでいったのは清水博信、立ち上がりで3ワイド、その後ろ上がってきたのはこれ誰だ。清水の後ろにはタヤポールとヘントナとヒエイがいたと思うんですが、タコツボでもまだやり合っています。バックストレート、ここから抜けてきたのはヘントナチェスカー、そしてその後ろにいるのがヒエイルシアですが、バックストレートエンドのところでヒエイちょっと遅れちゃった。イン側に清水が飛び込んできまして、森田心もついてきた。ここのバトルが非常に激しいです。そして昨日調子が良かったんですが、カーナンバー22番の丸山陽平が今日はちょっと沈んでこの第3集団の中にいます。現在周回数は8周目、いつ変わるかわからないトップ5、そしてしばらくは大きな変化はないかなという6番手単独の渡部と、そして7番手黒川を先頭とした JJ ホラチの3台。第3集団から稲葉と清水は抜け出しました。カーナンバー30番12番手のヘントナチェスカを先頭に、今バックストレートエンドのところでまたやってます。ヒエイルシアの周りがかなりの混戦になっているのが見えます。最終コーナーから立ち上がってくるこの集団です。カーナンバー11番の酒井仁を先頭に、酒井、比叡、丸山さん、比叡がインガー飛び込むか、これはダメ。そして今井隼人もワンポジション上げました。現在酒井、比叡、今井、丸山、そしてその後ろがクイミーユとホンダということですが、今井隼人がヘアピンでちょっと遅れる、ちょっと遅れていきます。かなりのバトルをしています。走行している間にトップ集団も接近。最終コーナーから立ち上がってきます。これで9周終了、残り周回数は3周。そろそろ動くぞ、そろそろ動くぞ、岩崎入った、2コーナーインサイド飛び込んだ、岩崎綾人トップ浮上。トップ集団がここから目が離せません。藤原の後ろから大宮健人、隙を絶対に逃がさない。今シーズン大宮は本当にこういう目が養われたというか、気を逃さないというか、そんな感じですね。さあそれをタコツボで藤原がまた返していきます。これは岩崎を逃がしてしまう。岩崎ちょっと後ろが楽になりました。バックストレートエンド、藤原優太が2番手、3番手に大宮、4番手に服部、5番手に玉橋というオーダーで最終コーナーから立ち上がってくる。単独で逃げている岩崎、玉橋はシニアのドライバーでも怖い存在だそうですが、このまま逃げられるのか。残り周回2周です。トップ2タイムギャップはホームストレートでコンマ5、ヘアピンでは大宮健人のインガーに服部慎です。今日服部調子いいですね。3番手に浮上してきました。服部慎は今シーズン開幕戦は7位、第2戦は8位と、まだトップ6入賞はありません。でもそこの周りには絶対いるドライバーなんですよ。今日はこれ服部にとって大きなチャンスと言っていいでしょう。最終コーナーから立ち上がってきて、これがファイナルラップです。
さあトップの岩崎ですが、後ろから藤原優太がスパートをかけていて、岩崎あっという間に追いつかれた。藤原優太どれだけセーブして走ってたんだ。ここに来て46秒222、前の岩崎よりもコンマ4速い。みるみるうちに追いついて、さあ昨日の必殺タコツボアウト側から作戦が炸裂するか。どうだ、今度はインから行った。藤原優太インから行きました。立ち上がりも抑えていきます。あの差を最後に逆転してくる藤原優太。バックストレートエンドでは岩崎アウト側から、服部はイン側から行きました。最終セクションへと入っていきます。なんだ このレースの藤原はいろんなコントロールができてそうです。藤原トップチェッカー、2番手岩崎、3番手服部、4番手大宮、5番手玉橋、6番手渡部の後ろからは黒川、JJ、ホラチ、順位は変わらずでしたね。続いて10番手は稲葉真人、集団から抜け出していました。11番手清水博信、そして大バトルになっていた12番手争いは森田心が12番手でチェッカーで、最後かなりついてタヤポール、ヘントナヒエイ、さらに酒井と丸山、今井、本田、クイミーユとチェッカーです。